伊藤かずえは、日本の女優、タレント、歌手である。本名、伊藤かずえ。神奈川県横浜市出身、ホリプロ所属。横浜市立瀬谷小学校卒業、横浜市立瀬谷中学校卒業、神奈川県立希望ヶ丘高等学校中退。小学生の頃、内気な性格を変えるために母親に勧められ、東映児童演劇研修所に入る。1978年7月、神名かずえの芸名で、クラウンレコードよりレコードを発売。1979年、伊藤かずえ名義で映画、花街の母に出演。1981年、江戸を切る6でドラマ初出演。1981年、映画、燃える勇者のオーディションで、応募者、約2万人の中から選ばれ、真田広之と共に、ダブル主演を務めた。1982年4月には、哀愁プロフィールでアイドル歌手としてもデビュー。10月より放送された、フジテレビ系ドラマ、狙われた学園に出演し、原田知世、本田恭明と共に注目を集めた。1984年4月から9月放送の大映ドラマ、不良少女と呼ばれてで演じた、突っ張り少女、モナリザ、上反真子こと、長澤誠役で一躍脚光を浴びる。その後も、スクールウォーズや、ニュー姉妹などに出演し、大映ドラマに欠かせない存在になった。1985年10月から1986年3月放送の大映ドラマ、ポニーテールは振り向かないでは、主人公の少女ドラマー、麻生美紀を演じ、念願の初主演を果たした。一連の大映ドラマでも、松村雄基や鶴見辰吾と共演した作品が多かった。1997年より出演したナースのお仕事シリーズで黒縁メガネの大島彩子役を演じた。1999年、ロックバンドのシャムシェードのベーシストなちんと結婚、2001年に長女を出産。出産以降は主婦タレントとしても活躍。花丸マーケットでは幅広い趣味を生かし半年間レギュラーを務め、にゃんちゅうと一緒では母親らしい一面を見せ、かずちゃんと慕われた。新聞赤旗日曜版にて、年4回シリーズで布雑貨の連載がスタート。2007年、スーパー戦隊シリーズ、銃剣戦隊激レンジャーに出演、生身でのカンフーアクションを披露した。東映児童部時代、秘密戦隊ゴレンジャーや、仮面ライダーストロンガーにエキストラ出演した際、いつか特撮ヒーロー番組に出演したいと願っていた。彼女にとっては30年越しの夢が叶った番組となった。その後、エンジン戦隊ゴーンジャー vs 激レンジャーに激レンジャー側のレギュラーキャラとして再登場。さらに、侍戦隊真剣ジャーにもゲスト出演し、スーパー戦隊シリーズに3作連続で関わることとなった。そして2020年10月には、マシン戦隊、キラメイジャーに、桑江咲菜と共に、激レンジャーと同じ役で、ゲスト出演した。2011年8月、ラジオドラマ、NISSANが、アベレージ、ビヨンドザアベレージにゲスト出演。大映ドラマスペシャルと題して、同ドラマシリーズのナレーションを担当していた、来宮涼子と共にパロディを演じた。2013年8月上旬、離婚届を提出、約13年半の結婚生活にピリオドを打った。NHK 総合日本テレビ系 TBS 系、フジテレビ系、テレビ朝日系テレビ東京系オリジナルアルバムライブ、アルバムベストアルバムイメージアルバム参加アルバム。ありがとうございます。